12月19日土曜日ですね、オフラインイベントをやります。楽しいのにレーティングが上がる方法についてと、考え方一つで全然今やってることが苦行から楽しいことに変わるよっていうところをね、頭の中仕組みにするにはどうしたらいいか、ダーツが指から離れないんです、まあ、どういうふうに考えたらそうならないようになっていけるか、まあ、いわゆるいい飛びができるようになるにはどうしたらいいのか。もちろんグルーピングを良くするってもちろん大事なんですけれども、ちゃんとやらないとね、肘とか肩とかどんどん痛くなっていくんで、樋口さんだったり僕だったり最初からこういう考え方をしてきたわけではないです。経験とともにこういう考え方に行ったんですけど、どうやってそうなったのかなっていうところを質問できたらいいなと思っております。経験ですけど取っておいて、参加者の方だけにその URL を配布、限定公開でやらせてもらいます。音声だったりそういったところはね、漏れがないようになるべくお届けできるようにしたいなと、思い出としてね持って帰ってもらえたらいいなと思います。今後も樋口さんとお話をしていくんですけども、言い切れない場所とかね、やっぱりその人それぞれの考え方に合わせて言っていくっていうのはどうしても動画ではできないので、オフラインイベントならではのそういったところに寄り添いながら喋っていけたらいいなと思っております。まあ、こういうテーマについて深掘りするっていう機会はなかなかないと思うので、最終的に皆さんのダーツスキルの限界を突破できればいいかなと思っております。興味を持っていただけましたら、はい、Twitter で DM の方ください。告知は以上となります。よろしくお願いします、はい、お願いします。